はい、タムールの祠。はい、場所はですね、オルディン渓谷と、ゾーラの里の間ぐらいですね。ちょうどこの位置になります。じゃあ早速やっていきます。はい、降りてきました。さあ今日のお題は何かな。炎を伝えてタムールの祠。はい、そしたら早速なんか燃やせそうなものがありますね。ちょっと見渡してみまして、こっちには何もない。まあ燃やしてみましょうか。炎の矢あったかな。炎の矢で、とりあえず燃やせるところ全部燃やしましょうか。ほうほうほう。で、無駄に燃やしてもたな。そこがゴールと。これは？ん？あれ？とりあえずなんかゴールはできるけども違うよな。え？簡単すぎるよなこれやったら。あ、ここなんか見えてますね。宝箱か。燃やして、燃やして大丈夫か。こっちか。危うく宝箱を燃やすとこだった。はいはい。岩砕き。結構強いですね。ああ、入らない。いらない武器を、結構ねどれも置いときたいんだけどな。ハンマー捨てるか。あ、ゲルドの槍でいいか。これ捨てて、岩砕きで、ちょっと待ってよ。これ、そこにも宝箱がある。え、これは普通に、潰してね。オパール。え？燃やしてみるか。ちょっともったいないけど。燃やして何もないと。あそこやな。鍵。あれか。あれやけど、これ普通に燃やしていけんのかな。炎を伝えてね。あっちで落ちても。あ、鍵。普通に引っ張れるのかなこれ。よし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 、こいこい。あ、通らない。ん、上か。あ、上か。はいはいはい。鍵を直取り。小さな鍵。はい、OK。で、開けると。で、宝箱の中は、ルビー。これは嬉しい。もうないかな。
これだけみたいですね。なんかクリアするのはすごい簡単だったけども、宝箱をね取るにはちょっと、まあでもお題も出てるんでね、燃やす力、伝える、燃やすのを伝えるということでクリアですね。簡単にクリアできました。はい、クリアです。はい、スキップします。はい、克服の証ゲット。はい、スキップします。